まあ、全然色とかもなんか問題なくて、とてもスッキリしてるのかなと思います。本日はですね、インスタグラマーでもあって TikToker の翔さんにですね、今まで脂肪吸引の1ヶ月目の経過ということで来ていただきました。はい、じゃあお願いします。ありがとうございます。はい、ちょうどですね、1ヶ月前に二の腕の脂肪吸引したんですけども、今どうですか、万歳できそうですか？あ、もう全然すごい腕も上がるし、不便はないですね、はい、うんうん、自由に動けるようになりました。つまんでるんですけど、まあ、つまんでて、まあ、ちょっと若干こうやって硬いんですよ、この辺とか、うん、でこれはまあむくみなんで、はい、この拘縮中ってことですね。ただこうやって全体的に均等にこうやって脂肪が取れてて、まあ、つかめてるのが皮膚になるんですね、うん、でこれがまあ3ヶ月目にかけてどん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 柔らかくなっていくっていう感じですね、うん、はい、分かりました、はい、内側を見ていただくと分かるんですけども、まあ、全然色とかもなんか問題なくて、とてもスッキリしてるのかなと思います。まあ、全然半袖とかも、そうですね、はい、消えちゃってると思うんですけど、いつぐらいから半袖着てました？あ、でも術後1週間ぐらいか、その着圧24時間が外れて、うん、半日夜寝る時だけしてたので、はい、もう普通に昼間は半袖とか、はい、キャミソールで外出してましたね、うん、まあ、若干その1週間目とかは黄色いかなっていう感じはあったんですけど、うん、まあ、本当言わないと気づかない感じですね、うん、そうですね、はい、あと人によってお肌の色とかもまあ違うと思うし、まあ、ちょっと若干日焼けしてる人だと、うん、まあ、ちょっと黄色みがかってたらまあんまり分かんない、うん、そうですね、うん、っていう印象ですので、まあ、全然早い人は本当に1週間で半袖着てもあまり分かんないレベルにはなっちゃうのかなと思います。でもやっぱどんなに遅い人でも2週間あれば、2週間だったら大丈夫でしたね。そうですね、もうほとんど全て消えて、うん、もう気にすることなく、うん、あの袖のないものを着てました、うん、はい、なのでまあ2週間あれば、まあ、全然半袖とかも着れるのかなと思いますので、そのダウンタイムとか気になってる方とか、いつから半袖とか着たらいいのかとか、そういったことを悩んでる方はちょっとこの経過っていうのをちょっと参考にしていただければいいのかなと思います。実際自分だと脂肪筋しても細くなったかなって分かんなくなっちゃう人いるんですけど、周りの友達から何か言われたりしました？あ、でもやっぱりこう仕事柄的に写真を撮る機会もとても多いので、うん、そのやっぱり撮ってくれる友達からはやっぱ横からの角度で、うん、この裏側がすごく細くなったと言われましたね、うんうん、はい、自分の中で、まあ、この二の腕全周と、はい、まあ、肩と肩甲骨横やってると思うんですけど、うん、一番なんか細くなったなって実感する部位はどこですか？この辺ですかね、この後ろ側、うんうんうん、やっぱりこう横から写真を撮った時にこうペタッとつけた時にやっぱり気にならなくなりました、うん、まあ、前はちょっとやっぱり加工したりとかもあったんですけど、うんうん、そういうのも一切なくなりましたね、はい、はい、ありがとうございます。そうなんですよね、なんかこの振り袖の部分ですね、うんうん、まあ、ここが本当にやって一番変わったなっていう意見がとても多いと思いますので、まあ、ここのですね、たぶたぶなかなかエクササイズとかジムとか行ってもなかなか取れない方は、あの二の腕の脂肪筋っていうのが一番一回確実に落とすことができるってことを頭に入れておいていただければいいのかなと思います。生活する面でしづらいこととか何かあったりします？あ、でも本当に2週間3週間目ぐらいから本当ジムも再開したぐらい、うん、もう本当にすぐ治りも良くて、はい、特に不便だなって感じることはまあなかったですね。特に着圧がちょっと着るの大変だったってぐらいですかね、うん、ちなみに着圧は今着てます、はい、あ、夜寝るときはしてます、うん、はい、はい、着圧は本当に夜寝るときだけでもいいと思いますし、まあ、そもそも夜着るのもめんどくさいって人はまあ着なくてもいいのかなって思いますので、まあその辺は皆さんあのお任せしておりますので、ちょっと自分で判断していただければいいのかなって思います。二の腕脂肪筋したことをお伝えしている友達とかいると思うし、うん、はい、まあ、逆に周りの友達で、うん、まあ、二の腕の脂肪筋している方もいると思うんですけど、ね、経過についてとか何か言われました？あ、でもすごい治りも早くて、うん、色もあの実は1週間ぐらいから友達にはあったんですけど、うん、なんかあれやったんだよねそういえばって言われるぐらい、うん、その見た目もそんなに気にならなかったみたいです、うんうんうん、本当ですか、うん、でその僕がやってる施術っていうのは結構本当にダウンタイムを結構抑えるように意識してる施術なんですね。結構特殊な麻酔の巻き方とか脂肪を吸引する特殊なやり方とかですね、あとアフターケアも結構力を入れてまして、そのなるべくダウンタイムを短くするっていうか、なるべく内出血も出さないし腫れやむくみも出さない方法で行っておりますので、最初の3日間とか最初の1週間目ですね、他のところで施術するよりも全然ダウンタイムとかっていうのは絶対抑えられると思いますので、ダウンタイム気にしている方とかやっぱり脂肪筋する上で一番気になるのはやっぱ仕上がりもそうですけどもダウンタイムですね。そうですね、なるべくダウンタイムがなかったら、まあ、人にバレないと思いますし、そうですね、うん、はい、そもそもその復帰が早かったらやっぱ半袖とかも楽しめるじゃないですか。そうですね、そういった意味でダウンタイムっていうのはやっぱ生活する上で、まあ、とても不安な方多いと思うんですけども、そのダウンタイムを乗り切る方法とかもたくさんご紹介しておりますので、ちょっとそちらも参考にしてみてください。
今回はですね、二の腕脂肪吸引の1ヶ月目の経過を志保さんと一緒にご紹介いたしました。志保さんがその TikTok で脂肪吸引した後の1週間目ですね、まあ、踊ってるシーンとかっていうのも、はい、まあ、TikTok で見ていただければ、はい、見ることができると思いますので、ちょっとそちらも気になるって方はぜひですね、リンク貼っておきますので、ちょっとそちらも見てみてください。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録といいねボタンを押して応援お願いいたします。そして何か質問とかありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。それではまた。